ハーパジーズのミーホロレイン。本日は私のナイトルーティーンということで撮っていこうと思うんですけども、なんせ一人暮らしなんで大きい声があんまり出せないっていうのが難点。ただいまの時刻は深夜の1時なんですよね。そうなんですけど、私がこの深夜の1時に帰ってきて寝るまでに何をしてるかっていうのを誰とくんって感じなんですけど、撮っていこうかなって思います。ちょっとまあお疲れモードではあるんだけども、朝起きられないから放置に放置に放置を積み重ねて放置しまくった全ての家事をやらなければいけないというね、使命があるのこの深夜のお時間ということで、早速行っていこう。はい、ということで、これ漏れないね、本当に照明もね壊滅的だから、顔面も壊滅的。まあそんなことはいいね。本日はなんか明日の朝食べたいなって思ったもの、それはなんとチヂミ。そう、チヂミを作っていこうと思います。ってことで材料ね買ってきたんだよね。卵、チヂミセット、ニラ、なんか入れてみようかなっていうことで干しエビ買ってきました。これを混ぜ合わせていきたいと思います。今開けるか、じゃじゃん、白い粉タレ、まあこれをね、後でっていうことで、この辺にポーン。まず生地を作る。え、やばい、一日混ぜるものないんだけど。え、やばい、あと量りがないから 100cc とかもわかんない。適当にやってるのは何かな。卵、150ml ってどれくらい、どれ、私の勘ではこれくらい。やば、すごく真剣なの。何を買ったんだっけ。ニラ、まだいた。桜エビ入れてみる、先に。お好み焼き風みたいな感じになっちゃってる。身が切れた。最初からチーズ入れるべきじゃない？てかもうちょっと水も入れるべきかな。やばい、チーズチヂミが大好きなの。やーびやーび、水入れすぎた。おやまじ、水入れすぎた。油敷きすぎた。クリームチーズ持ってきた。あ、やばいやばい、放置しすぎた。こんな感じですね。見えづらいんですけども、ちょっと汚い汚い。7月14日に君と一緒になると決めた。ということで明日の朝ごはんは完成。次はお風呂に入っていこうと思います。バイバイ。はい、ということでお風呂から出ましたね。まあもうお風呂から出てスキンケア、まあ普通にペーンってやって洗濯も干して歯も磨いて、あとは髪の毛を乾かして寝るだけですね。だいぶもうお疲れです。なんでかって今もう3時を超えておりまして、眠いというか、このままもう行けます。もうやることもやったし、ぶっすぎな目元だけなのに。こんな感じが私のナイトルーティーン。ライスアゲン、これじゃあと次はじゃあモーニングルーティーンでもお会いしましょう。やんないけどね。バイバーイ。
雑な高評価チャンネル登録よろしくねのやつみんな頼むぜよろしくねチェックイット。